HD128311 は、牛飼い座の方向に54光年離れた位置に存在する、大々色の主系列性である。アルゲランダー気泡で、牛飼い座 HN 星とも呼ばれる。共鳴関係にある2つの太陽系外惑星が、周囲を公転していることで知られている。HD128311 は、太陽より小さく低温な大々色の主系列性である。 誕生後3.9から4.1億年の若い星だと見られ観測された金属量は太陽とほぼ同じかやや多い程度である。表面の黒点により明るさを変える流座倍型変更性でもあり11.54日周期の変更を示している。HD128311 には2つの惑星の存在が知られている。内側の惑星 B は2002年に ポール・バトラーらによって、外側の惑星 C は2005年に、スティーブ・ボートらによって、それぞれ発見が報告された。これらは共に、木星の2倍以上の質量を持ち、半径 1AU を超える、比較的主星から離れた軌道を周回している。また、両惑星の公転周期は、概ね1、2の日になっており、軌道共鳴に近い関係にあると考えられる。この共鳴のため、 惑星系は、半永久的に安定な状態にあると予測されている。二つの惑星の影響を取り除いた、視線速度の変化曲線には、なおも5.6日周期の変動が存在するが、これは、構成表面に存在する巨大黒点の影響による、もので、惑星の兆候とはみなされていない。ありがとうございます。